ネルトゥス、エーミールデープラーが、ネルトゥスとは、ゲルマン人が、キリスト教家以前に信仰していた、多神宗教における法上を司る女神である。ネルトゥスは、紀元一世紀ローマの歴史家タキトゥスにより、彼の民族史的な著書、ゲルマニアの中で、その存在が裏付けられている。ゲルマニアにおいて、タキトゥスは、執筆時点で遠方にいる末尾所属に属する。 複数の氏族がこの女神への共通の崇拝によって団結し、ある太陽中の島で陳児の森を保守しており、神官のご字だけが触れることを許されている布で、覆われた聖なる荷車がそこに安置されている、と記述している。神官たちはこの荷車により彼女の存在を感じ、そして未計算の目牛に惹かれる、彼女の荷車に深い敬意を持って参列する。 この女神が来がされるすべての場所で彼女は祝賀と、艦隊を受け、そして平和が訪れる。鉄製の物体はすべて封印されて出すこともできず、戦争に出かける者も誰一人いなくなる。この女神が満ち足りた時、神官らによって彼女は、自分の神殿へと戻っていく。その際にこの女神と荷車と布が人里離れた、湖で奴隷によって現れる、とタキトスは追記している。 この奴隷はその後に歴史させられる。ネルトゥスという名前は一般的にゲルマンソ語のナースズをラテン語化した形とされている。学者たちは二柱の説明文に多くの類似点があることを指摘したが、ニョルズは男性の神として確定されている。ゲルマン民族におけるこの女神及び後年の彼女の潜在的痕跡に関しては様々な学説が存在しており、 その人物は、北欧神話の資料2点で述べられているニョルズが妻に、下無名の姉妹と同一かもしれない、といった説もある。ネルトゥスは、様々な13世紀の北欧神話作品にて、裏付けがある、万神族のニョルズと、しばしば同一視され、スカンジナビアの地名に多く見られる。両者のつながりは、ニョルズと、再構された、ゲルマン語ナースズの間の言語学的関係によるもので、 ネルトスは一世紀頃に、ニョルズがラテン語化され女性型になったものとされる。このことが二柱の関係について、複数の学説をもたらしており、ニョルズがかつては、両性具有の神であった可能性があるとか、その名は、万神族フレイヤとフレイのように、兄弟、姉妹という二人組の神の中で忘れられている妻になった姉妹のことかもしれない、などの説がある。 歴史言語学の発展が最終的にニョルズとネルトゥスの識別を可能にさせたが、この識別が受け入れられる前は他の様々な名前の読み方がまかり通っていて、その最も一般的な形式はヘルタだった。この形は北欧神話の女神の名前、ヨルズを反映する試みとして提案された。1912年にこの話題について書いている。 レーモンド・ウィルソン・チェンバーズは近代におけるこの女神、ネルトゥスの歴史は奇妙である。16世紀の学者たちは母なる大地の名前をヘルトゥムに訂正したい誘惑に講しきれなかったことが分かっており、19世紀の学者たちがそれをさらにヘルタム、エルタムへと改変したのだ。何年もの間、この偽りの女神がいて、 ゲルマニア第40章から正しい進格は出てこれずにいたと述べている。学説がとって変わるまでの間にヘルタという名前は若干の影響を及ぼした。例えば、ヘルタとヘルターコはドイツの小説家テオドール・フォンターネが1896年に書いた小説エフィブリーストで大きな役割を演じている。著書、ゲルマニアにて ゲルマン地域のスエビ族について論じているローマの歴史家タキトスは第38章から第40章において首族とされるセムノーネース族と高戦的なランゴバルド族のほかスエビに属する氏族が7つあると記している。それはレウティングニー、アウィオーネース、アングリー,イワリーニー、エウドセース、スワディーネース、ヌイトーネースである。 七つの部族は川や森林に囲まれており、タキトゥスによると、個別では特に記述に値するものはないが、彼らは南女神、ネルトゥスを崇拝している点で特に際立っており、その集団における女神崇拝の記録が残されている。その章の読解は次の通り。ネルトゥスの用紙に関しては、記述にある出来事が起こった場所、基地の他神格との関係、そしてギルマン民族における、 彼女の役割を含め、多くの学説が提唱されている。幾人かの学者は、タキトゥスの記述したネルトゥスの可能性がある場所として、デンマークのシェラン島を提唱している。この見解の背景となる推論は、ネルトゥスという名前とシェラン島にある、中世の地名、ニアーサレムとのつながりである。さらなる根拠として、デンマーク古代王の玉座があるライレも、また、シェラン島にある。 ネルトゥスはそこから三文ウェッタの本、ギュルビタブラカシでスウェーデンからシェラン島を耕し、ライレにて伝説のデンマーク王、スキョルドと結婚したと言われている、女神のゲフィオンとよく比較される。チェンバーズは、ヘルタという誤った名前がドイツの流言島にあるヘルター湖という水名を導いたと指摘し、 古物研究者たちはそこをタキトゥスに記述されたネルトゥス地点の可能性がある場所だと提唱した。しかしながらヘルタの解釈が否定されたことに伴ってそこはもはや見込みのある場所とはみなされなくなっている。ネルトゥスは一般的に万神族の女神だと認識されている。彼女の台車旅はいくつかの考古学的な台車の発見及び台車で巡行する神の伝説に例えられている。 テリーが寝る他多数のものは、西暦200年及び青銅期時代に遡る、デンマークにおける儀式用台車の様々な考古学的発見を指摘している。そうした、曲がれない、祝賀用の台車は、大セベリ線で発見された。最も有名な文学的な例が2点、アイスランド一族の佐賀にある。14世紀の、フラート島本という写本の、 ハウク・ハー・ブロークの話という後年の物語によると、万神族のフレイは田畑を祝福する女性神官を従いて毎年国中を台車に乗って巡ると言われている。同じ資料でスウェーデンのエリク王はライターという名前の神に相談していて、占いの儀式を行うためその神の台車が彼の広間に運ばれたと言われている。ヒルダ・デビッドソンは、 これらの事象とタキトゥスのネルトゥス記述との間を並列に描き、さらに馬車を運転するかのようにひざまずいている首輪をつけている女性像もまた青銅器時代からのものだと示唆している。デビッドソンは異教時代が終焉を迎える間もタキトゥスの記録に衝突されているのと同様の習慣が万神族崇拝を通して存在し続けたことをこの証拠は示唆していると言及している。 小惑星の601ネルトスは女神、ネルトスにちなんで名付けられた。ありがとうございます。